ですね、ブリー・ラーソンさんにアカデミー賞主演女優賞おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。ジェイコブ君にはジェイコブ君は今一応今回はそうなの、後々後々後々 I'll share with you。Okay. シェアしたけど、シェアしようかっつって、桜入ってるよ、桜、ほら桜が、そう、入ってるんだよ、ほらね、クールだね、クールだねって言ったんですね。アカデミー賞受賞式の雰囲気はいかがでしたか？Oh, incredibly surreal. もうシュールでしたね。It's like every person you've seen in movies and on TV all in one room. テレビとか映画で見てる人たちが一つの部屋にセットしてるわけですから。あ、確かにそういう感じになるのかな。素敵な写真ですよ。That's a picture from my eyes. ちなみにオスカー像は今どちらに置いてあるんですか？ I'm hidden in my house. 家の中で隠してあります。隠してある？飾ってないんですか？ So it's not on display? I haven't been home since I won. 隠してないんです。実は受賞してから翌日の朝6時にベトナムでキングコングの撮影に行ってしまったので、誰かに盗まれないように隠してから出かけました。じゃあ見ることないんですね。So you haven't seen it yet?そうなんです。その日はもちろん手にしてたんですけど、それ以来見ていないんです。ジェイコブ君はどう？ただフェイスタイムでビデオチャットはしました。オスカーとジェイコブ君は行ったんでしょう？アカデミー賞の会場に。どうですか？どうでした？I really enjoyed the Oscars. It was a fun place to be when オスカーの会場ってすごくね、いい場所だってのわかってたんで、And I enjoyed it because there's so many fun things to do. Like, 楽しいこといっぱいあったんで。My favorite part was when I went on stage and when Brie won. で、ステージに行った時にブリーが受賞したんですね。あれが一番良かった。かっこいいね。左手ポケットに入れたの。喋ってる。かっこいいね。今回でもお二人日本初めてなんですよね。Yes, this is my first time in Japan. 初めてです。いかがですか？ How do you like Japan so far? The sushi is great. もう寿司が最高です。寿司？何ネタは何が一番好き？ What kind of sushi do you like in sushi? I really like shrimp and California rolls. So all those California rolls and shrimp and the rice. カリフォルニアロールとエビとご飯がいいです。あ、カリフォルニアロールでエビとご飯。You like the rice noodles? Yeah. 大好きです。カンパチは？わからない。カンパチわからない。美味しいですけどね。改めてですね、このお二人が今なぜこんなに世界中から注目されているのかまとめてみました。ご覧いただきましょう。VTR。What can you say? Except I'm very grateful. I really am.レオナルド・ディカプリオが初の主演男優賞獲得に沸いた今年のアカデミー賞。その授賞式で世界の注目を集めたシンデレラガールといえば、 How am I? Good. Good. Feeling pretty good. 初ノミネートで主演女優賞を獲得したのがブリー・ラーソン、26歳。彼女を一躍スターに押し上げた主演作がこちら。 Jack, listen to me. There's a world on the other side of this wall. What other side?Well, I wasn't always in room. I've been locked in here for 7 years. 小さな部屋に7年間監禁された女性と、そこで生まれ外の世界を知らずに育った5歳の息子。命がけで部屋からの脱出をする親子。しかし2人に待っていたのは想像を絶する困難だったのです。長い間隔離されていた2人が社会に適応しようと苦悩し葛藤する姿を描いた映画ルーム。この作品で監禁された母親役を演じるため、映画の設定と同様にほとんど外出しない生活を送り、決定的な役作りをしたというブリー。その危機迫る演技は高く評価され、念願のオスカー獲得となったのです。 To be so grateful for all of the hardships that it took to get here. It took me 20 years to be standing here on this stage. そうなんです。ブリーは26歳にしてキャリアはなんと20年。6歳から演技を始め、ドラマや映画に出演。さらに2005年シンガーソングライターとしてデビュー。マルチな才能の持ち主なんです。そして女優としては
2013年に公開された主演映画ショートタイムで心の傷を抱えながら保護施設で働く女性を演じ話題に。そして今回の作品ルームでその才能がついに開花。アカデミー賞をはじめゴールデングローブ賞や英国アカデミー賞などなんと39もの映画賞に輝き一躍時の人となったのです。さあそしてもう一人この映画で注目を集めたのは9歳の天才子役ジェイコブ・トレンブレイ。4歳からテレビ CM、 その後映画やテレビドラマに出演。その演技力の高さが監督の目に留まりこの映画に大抜擢。部屋の中だけで育った少年という難しい役柄を見事に演じ切ったジェイコブ君、天才子役と大絶賛されているんです。さあそして9歳にして16もの賞を獲得した実力は今世界で最もホットな子役俳優なんです。そんな今押さえておきたい2人の若き才能、この後気になるその素顔に迫ります。さあということで大丈夫ですか、くしゃみしてましたけど OK 大丈夫大丈夫、みんな日本中が君の噂してんだよって。あ、くしゃみする噂関係ないのか。ブリさん、改めてこの作品最初に読まれた時はいかがでしたか。いや、もう本当にすごくて、すごく役柄も複雑で、もうこれだけのその役演じられるのか、自分に才能があるのか想像もできませんでした。これ役作りで、そういうプライベートで人と会わないようにしたっていうのが今あったんですけど、これどのぐらいやったんですか、期間っていうのは。Well, I was prepping for the movie for 8 months. So over the course of 8 months, I was kind of staying at home on and off. And the only thing, the only time I would leave would be to go to the gym, to visit the nutritionist, or to meet with the trauma specialist. Part of it was because I had to get really pale and I needed to stay out of the sun. It's very hot in California, so it's easier to stay inside than trying to go outside to cover it up and get more sunlight. So I had to wear a long sleeve and wear a long sleeve. So that, of course, had a mental impact.Mental impact on you, right? Yeah. I mean, there was many moments where I kind of would get sad and depressed and feel confined, and then there were times that I felt very comforted by always being at home and being in a safe place. And learning both of those things for part of what helps me understand my body. And that's what I kind of understood. Jacob, in terms of, when he was born, he had never seen the outside world. He had never seen the world. He had never seen the world. Hi.それはどういうふうに役を作りましたか。I would usually just prepare for when I have to do a scene, like the first scene when I see the outside world. 一番最初のシーンみたいなシーンをやるときは、例えば初めて外を見るときとか。I basically do scared acting. なんか怖い演技をするんですね。怖がってる演技を基本的にしてます。It was a bit of both of those acting, so I sort of prepared by doing scared acting and then the surprise acting. 怖がってる演技とか、あとは驚いてる演技、まあそういうのをやってますね。ああ、でも感覚でこう演じてるところね。さあ、そしてジェイコブ君といえばですね、この演技以外にもちょっと注目されてることがあるんですよ。それがインスタなんですが、ある大物と、インスタを撮っているんで、その大物アクションスタイルにまさかのカウンターパンチをしているんですね。さあこのカウンターパンチを食らわした大物とは一体誰なんでしょうか。 CM の後です。がパンチを食らわせた超大物アクションスターとはこの人でした。パンチこちら、はい、シルベスター・スタローンさんでございました。これどうなの、ロッキーの映画見たことある？ Yes. ワンかな。 From the one? The original? I've only seen the first one, yeah.あの1だけ、最初だけ見てます。ワン見てんだね。ロッキーにこれパンチ見てるよな。 You hit the wrong. パンチって
そんな大したことなかった？ロッキー。Was it easy? Was it easy to punch him? Yeah. 大したことないよ。実際のジェイコブ君、いろんな大物とあのインスタで写真を撮ってるんですが、実はちょっとここですね。ジェイコブ君、ちょっと日本の大物とも写真撮るってどうですか？隣にいらっしゃるんですよ。俺なんか全然大物じゃないよ。日本の大物です。どうですか？じゃあみんなで撮れば？撮ります？そう。OK？ 撮って。OK？ あ、いいかい？いいですか？みんなで撮ったところ。ブリさんもよろしいですか？一緒に。うん。自撮りで行きますか？よし。すごい。世界に。行きますよ。はい。はい。チーズ。はいはい。すごい練習したね。Thank you。撮れたかな？すいません。こんな感じが。あ、こんな感じ、こんな感じで撮れてます。ありがとうございます。スッキリとね、書いていただいて、もし、まあ、本番あってお時間あったら、本番の終わりにこれアップとかしていただいてね。撮ってくれたのなんかプレゼントもあるんですよね。この後プレゼントもありますのでね、お楽しみに。一旦 CM です。2人へちょっとプレゼントがありますので、こちらご覧ください。こちらです。ジェイコブ君、映画ルームにかけまして、ルームで遊べる日本のおもちゃ、ジェイコブ君ちょっと見てみてください。ちょっとジェイコブ君、そうだな。めっちゃある。これね、あ、こういったね、やり方わかるかな。どうやって一番わかりやすいですか。はい、いろいろあるんですけどもね、ぜひとも持って帰って。ね、好きなの持ってていいからね。あ、これコーンってのね。コーンってやるね。あ、けん玉もあるよ、ほら、けん玉。下のコーンって。あ、まあ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 、あとで行くよ。あとでね。ちょっと時間なくなっちゃったんで。ブリーさん、ちょっとこの映画をね、楽しみにしてる方もたくさんいるんで、メッセージをお願いしてもいいですか。This is an incredible story. 本当にこう胸に迫る素晴らしいストーリーなんです。母とその息子の物語、その絆なんですが、母がその息子を助け、一緒にその逃亡するんだけれども、脱出した後、逆に母を救う息子であると。再来週の金曜日公開になります。ぜひとも楽しみにしていてください。ありがとうございました。